やれやれ。よかった。こんなものかしら。
我らの勝利だ。いい潮風だわ。さあ、ここを抜けたらいよいよ外界よ。気を引き締めていきましょう。戦争の方から音がしたようだけど、何かしら。悪いけど、ちょっと様子を見てきてちょうだいね。大丈夫？みんなも連れてきたわよ。って、あ、カミュちゃん？おお、カミュよ。やはり生きておったか。お主ならただでは転ばぬと思っとったよ。さすがカミュちゃん。でも本当に良かったわ。ねえ。許してください。え、俺もう3日ものまず食わずで、この船に食べ物が積まれるのが見えて、それでつい出来心で。カミちゃん、一体どういうことだ。この男、神ではないのか。あの俺の名前は多分神で合ってますけど、でもどうしてそれを。あなたたちもしかして俺のこと何か知ってるんですか。お主、まさか記憶を失っておるのか。俺、昔のことを思い出せないんです。気づいたら世界はひどいありさまだし、本当訳が分からなくて。覚えてるのは自分の名前と、何か大事なやらなくちゃいけないことがあったような、それくらいしか。こんなこと頼める義理ないですけど、もし俺のこと知ってるならあなたたちに同行させてくれませんか。特にあなたといれば何か思い出せそうで。盗み食いした分は弁償します。掃除でも皿洗いでも何でもしますから。確かにわしらと行動を共にすれば、いずれ記憶もよみがえるかもしれんの。それに今のカミちゃんをこのまま放っておくのは危険だと思うの。ねえ、連れて行きましょう。ありがとうございます。俺、邪魔にならないよ。頑張ります。なんだかムズムズするわ。ベロニカちゃんが今のあなたを見たらきっと笑い転げるでしょうね。よっしゃ。
さ、行きま。よいか。よかった。そんな。すごい。何よこれ、前はこんなのなかったはずだわ。これじゃこの先に行けないわね。困ったの。この先には魔王討伐の手がかりが眠る聖地ラムダがあるというのに。おお、そうじゃ、海にそびえる光の柱がクレイモランの北にあったはずじゃ。そこからクレイモランの入り江に行けないか試してみるのも良いかもしれんぞ。何か道が開けるかもしれぬからな。はい、グランドクロスも効かぬやつに一体どうやって攻撃すれば。その光は。そ
王者、勇者の力。弾く術さえ解けてしまえば、こんなやつ恐るるに足らんわ。よし、反撃開始じゃ。みな、勇者の後に続け。こしゃくのやつめ、よくもやりよったな。海の藻くずにしてくれるわ。よっしゃ。
できない。この虫けらが行くぞ、クリムゾンミスト。これでどうだ。わしにお任せじゃ。ザコどもめが、渦巻け風よ。うわっはっはっは、あんな奴、勇者の力を取り戻した我が孫の敵ではないわ。これで海の脅威は去ったはずじゃ。さあ先を急ごうぞ。このような魔物が二度と現れぬよう一刻も早くウルノーガを倒さねば。幸いにもウルノーガはまだお前を死んだものと思っているようじゃ。今のうちに奴を倒す手がかりを見つけるぞ。
だこの感覚。どうして胸がざわつくんだ。あれほどの大惨事の後じゃ、クレイモラン城もただでは済んでおるまい。シャール女王の安否を確かめたい。聖地ラムダへ向かう前にここクレイモランの城に入るぞ。皆の者は城下町の様子を見てきてくれんか。ん？どうしたカミュ、ひどい顔色じゃが。いえ、俺なら平気です。町の様子を見てくればいいんですよね。いや、無理するでない。記憶もない中、一人で動くのは心細かろう。お主もわしたちについてくるがよい。すみません、ローさん。お主らしくもない、気にするな。では、城に向かい、シャール殿に会うとするかの。
顔を上げなされ、シャール殿。王たる者、いかなる時も民を不安にさせてはいけませんぞ。ロー様、皆様、ご健在だったのですね。久しぶりじゃの。シャール殿こそ壮健そうで何よりじゃ。よかった、大樹が落ち、闇が世界を覆い、黄金病の恐怖がこの地に蔓延したとしても、まだ希望は残されていたのですね。それじゃシャール殿、今黄金病と言ったかの。一体この地で何が起きておるのじゃ。数週間ほど前からです。クレイムラン王国一帯で突如奇病が流行り出したのです。この病に感染した者は、人間も動物も植物でさえも、体が黄金と化してしまうのです。体が黄金に。原因も治療法もわからないこの病は、いつしか不安に怯える人々から黄金病と呼ばれるようになりました。他の国に助けを求めようにも、病と共に現れた巨大な黄金の氷山により、陸路も海路も閉ざされ、この地は今や陸のこと。病を調べていた魔女リーズレットも、逆にあらぬ疑いをかけられ、城の地下に幽閉されてしまいました。友人として彼女を解放しようと試みましたが、民の強い反対に遭い、それもかなわず。黄金病がこの国を混乱に陥れているのです。なんとそのようなことが。じゃがシャル殿、安心なされよ。その黄金病の謎をわしらが調べよう。ありがとうございます、ロー様。皆さん、城の者や城下町の民たちにも、皆さんに協力するよう伝えておきます。どうかよろしくお願いします。黄金病。
ロー様たち、何か分かりましたか？それがもう詳しくは分からんが、シャール殿が言うにはな。おお、そこ行くご婦人、よければわしらに話を聞かせてくださらんか。なんだいお前さんたちは。こんなとこでぼさっとして、体が金になっても知らないよ。ちょっとお待ち、お前さん、もしかしてカミュじゃないか？俺のこと知ってるんですか？はあ、お前さん忘れちまったのかい？知ってるも何もお前さんは。そんな、これはまさか。ちょっとおばあちゃん、どうしちゃったの？ついに私まで感染しちまったっていうのかい？なんてこと、これが黄金病だというの？ちょっとどうしたの、カミちゃん？カミ？声を聞きつけ来てみれば、まさか君がいるとは。お主、カミュのことを知っておるのか？わしらは旅の仲間なんじゃが、今こやつは記憶を失っておってな。なんと、そのようなことが。カミュのことをお話ししましょう。後ほど城下町の正門そばにある私の教会にいらしてください。
よく来てくださいました。カミュ、君も元気そうで何よりだ。最後に見てから5年ぶりくらいだろうか。5年前、それまで俺はこの町に住んでいたんですか？かつてこのクレイモランの城下町は北海で活動するバイキングの寄港地でね、以前は交流も盛んに行われていたんだ。カミュ、当時君はそのバイキングの手下だった。俺がバイキング？盗賊神の出自は我らデルカダール王国がいくら調べても謎だった。だがまさかバイキングの生まれだったとは。いえ、生まれに関しては何とも。神は幼い頃彼の妹と共にバイキングに拾われ育てられたようでした。それが幸せだったのかは分かりません。彼と妹はかなり過酷な生活を強いられていたようでしたし、実際ある日彼の妹が亡くなったという知らせを受け、その日を境に彼もまた姿を消してしまったのです。やめろ。神父として彼らを救えなかったことは心残りとして私の中に残り続けました。ですから彼が困っているなら今こそ。やめてくれ。しばらく一人にしてください。すみません、彼の気持ちも考えず。皆さん、神を頼みます。私も後から追いかけますので。
すみません、急に飛び出してしまって。でも俺、あいつらは、まさか。港に接近する船を見たか。先ほどの叫び声といい、ただごとではないぞ。神のことは私に任せてください。皆さんは港の方へ。この世全ての黄金は偉大なる六天王がお一人、鉄騎軍王キラコルド様のもの。さあ野郎ども、仕事の時間だ。宝石だろうが、人間だった黄金像だろうが、この町のお宝を根こそぎ奪い取れ。
気合い入れて運べ。キラゴルド様がお待ちだぞ。この魔物たち、黄金像となった人間を持ち去ろうというのか。まさか例の黄金病もこいつらが。貴様ら何のつもりだ。まさか我らの大頭鉄器軍をキラゴルド様に逆らうつもりか。お頭だか軍王だか知らんが、この町への狼藉見過ごすわけにはいかん。黄金になっていない人間など手に入れる価値もないが、キラゴルド様のお宝ゲットを邪魔する者は許さん。野郎ども締め上げちまえ。よいしょ。野郎ども行くぞ。勝利を我らに。しまった。先ほどの連中は陽動だったか。追うぞ。あれを。カミュちゃん、ちょっとなんであんなところにいるのよ。わからん。だが今は理由を考えるより奴らを止めなければ。間に合わなかった。まさか神が連れて行かれるなんて。もうだったら取り返すだけよ。神父さんがまだこの辺りにいると思うの。見つけてあいつらのこと聞いてみましょう。すみません、
私が気を抜いていたばかりに隙をつかれ、魔物たちに神をさらわれてしまいました。何を言ってるんだよ神父さん。あんなおっかない連中に襲われて命が助かっただけでもめっけもんさ。神父さんが町の外にいると聞いて心配して駆けつけたけど無事でよかったよ。畜生、黄金病にかかった人間は片っ端からあいつらに連れてかれちまった。やつら金目なもんしか気にしてなかった。俺たちの命を高く売れるかどうかで値踏みしてるみたいにな。クソ。しかし神は高価なものは持っていませんでしたし、黄金病にも感染していなかった。なのにあの魔物たちはまるで最初から神を知っていたかのように迷うことなく連れ去っていきました。あの魔物たちの喋り方や仕草、まさか彼らの正体は。実はわしもその考えが頭をよぎった。やはりお前さんもその考えに至ったか。確かに言われてみれば。だけどよ、そんなことあり得るのか。あの黄金を欲する魔物たち、彼らの言動や癖に私たちは見覚えがありまして。そう、この地に寄港していたバイキングたちにどこか似ているのです。確かに彼らなら神を知っていても。当時彼らのアジトはこの町から船で出てすぐ近くの洞窟の中にありました。もしやそこに行けば何か。
さすがじゃ。上出来じゃな。宝が手に入ったからな。キラゴルド様もお喜びになるだろう。エイサホー！エイサホー！それにしてもキラゴルド様ご指定の物がこんなあっさり手に入るとは、運がいいぜ。こいつを見つけば。どういうこと？おのれ！なぬ？貴様らどうしてここに？いや、待てよ。貴様、ひょっとして勇者か？エイサホー！言われてみれば、手配書の絵に瓜二つ！間違いない、こいつ勇者ですぜ！エイサホー！黄金城のキラゴルド様に急いでお知らせしなければ。あら、さすがは勇者ちゃん、ずいぶん有名人みたいね。ちょっとだけ焼けちゃうわ。バカ言ってないの。早く神を助け出しましょう。笑わせるな。魔王様にボッコボコにされた負け犬どもが吠え上がる。こいつらの首を差し出せば、空いた六軍王の席だって有名じゃないかもしれませんぜ。おお、いいこと言うじゃねえか。なるほど、そりゃすげえお宝だ。よし、
野郎ども、気合い入れていくぞ。やりたか。野郎ども、行くぞ。始めましょう。待たせたの、カミュ。怪我もなさそうで何よりじゃ。魔物たちは倒したから安心して。一緒に帰りましょう。神父様も心配されてるわ。うん。様子が変だな。もしや魔物どもに何かされたのか。そうだ、俺はここで。あ、そうだ、あいつをあそこに行かなきゃ。どうしちゃったのかしら。ひとまず神ちゃんの後を追いましょう。Yeah!
さあ、お前にサボってんじゃねえぞ。なんだその生意気な態度は。10年前雪の中で震えてたガキ2匹を今日まで面倒見てやってる恩を忘れたか。分かってるよ、あんたらには感謝してる。また怒鳴られてやがんの。要領悪いよな、兄貴は。マヤ。ま、兄貴の気持ちはわかるけどな。俺もあいつら大っ嫌い。そんなビビるなよ。ほら、それより早く終わらせて帰ろうぜ。俺も応援くらいはしててやるからさ。いや少しは手伝えよ。今日はお前があいつらの財布をちょろまかしたせいでキレられてんだぞ。いっし、やだ。ったく、マヤ、お前のせいだからな。うるさいな、そんなこと言ってるといつか俺が大金持ちになっても兄貴には分けてやんないぞ。またその話かよ。だけどそうだな、いつか俺たちでどでかいお宝を手に入れてやろうぜ。そいつでこんなろくでもない毎日とはおさらばだ。世界中のお宝を手に入れて俺は大金持ちになるんだ。まずは今日の飯が問題だな。翼があれば今すぐどこにだって飛んでいけるんだけどな。くったらない、兄貴はバカだな。
それよりさ、こいつ焼いたらうまいんじゃないかな。今日の航海でたまたま見つけたんだ。今日はお前の誕生日だからな。そのプレゼントというか。おめでとう、マヤ。はあ？何このしょぼい首飾り。兄貴さ、俺の誕生日を祝うならもうちょっと頑張れよ。そうそう、こないだ噂で聞いたレッドオーブってのが欲しいな。デルカダール王国に伝わる秘宝なんだってさ。その首飾りには疑惑があってな。身につけた人間に次から次へと金銀財宝をもたらすんだとよ。嘘くさい話だが、お前みたいな欲張りにはお似合いだろ。だから今はそれで我慢を。お前どうしたんだそれ。兄貴、これ俺どうかを磨こうと触ったら。また増えたな。よしし、どうしたんだよ兄貴、しけた顔しちゃって。黄金ちょびっとだけ分けてあげようか。こいつでいいかな。おいマヤ、なんだよこれは。あれ？こんな小さいのじゃ嫌ってわけ？さすがは俺の兄貴、案外欲張り。チリカ！いい加減にしろって言ってんだ。うるさいな、びっくりするだろ。そんな急に大声出さなくても。調子に乗っただけじゃん。だからその
そんな怖い顔やめろよ。悪かった、俺もカッとなっちまったけどな。はいはい、わかったよ。首飾りの力はしばらく使わない。あれ、え、なんで、どうしたんだ兄貴。どうしよう、首飾り外れなくなっちゃった。はあ、そんなバカな。嘘じゃないってば、本当に。くそ、なんだこれ、俺何もしてないのに。マヤ、動くなよ。マジかよ、どうなってんだ。首飾りの力が暴走してるっていうのか。やだやだ、なんで俺の体が金に。マヤ、さあどうすりゃいい。マヤを失って俺は逃げるように旅に出た。全部俺のせいだったんだ。旅の途中調べていて分かった。あいつに送ったのは誕生日の祝いどころか呪われたアイテムだったんだ。自分の犯した過ちから逃げたくて、忘れたくて、あちこちでやけになった。気づけば一発の盗賊さ。そんな時だった。預言者と名乗る奴に言われたんだ。伝説の宝珠を集め、いずれ地の底で出会う勇者に力を貸せ。さすれば、お前の贖罪も果たされるだろう、ってな。最初は信じちゃいなかった。うさんくせえのは、もうコリゴリだったしな。けれどその予言通り、俺はお前と勇者と出会った。おお、カミュー、お主記憶が。すまねえじいさん、それにみんなもずいぶん迷惑かけたみたいだな。予言者の言う食材ってのが何かは知らねえ。だけどお前たちと旅を続けるうち、その予言を信じられそうな気がしたんだ。お前も見たんだろ、この場所に黄金になった俺の妹がいたはずなんだ。今この辺りには黄金を集めてるキラゴルドとかいう魔物がいるんだってな。
おそらくそいつの仕業だろう。捕まってた時に魔物どもの話を聞いたんだが、ここから北に連中の居城があるらしい。乗り込んでマヤを取り戻してやれ。黄金像になったクレイモランの人たちも助けなきゃいけないし、行くっきゃないわね。でしょ？ありがとう。どうか、俺も一緒に戦わせてくれ。Thank you.
なあ相棒、聞いてくれ。くそ。おのれ。おのれ。よかった。Thank you.
じゃ。やったぜ。敵じゃな。